くなもっと仕事中にタバコくらいながら動画に出ようとした一回加えてこうやって動画出ようとしたロイちゃん出る感じなかったよ今ということで、今回はお引っ越しします。お引っ越し俺がローライさんがで、ちょっと前、一から話すと私の部屋、冬外の方が暖かいんじゃないかぐらいキンキンに冷えます、この部屋多分断熱材が1枚も入ってなくてもう毎朝頭痛いの、寒すぎてマジ、俺凍ったんじゃないかってぐらい寒いの、俺の部屋だからリフォームしようと思って、全部ひっぺがして断熱材入れて、壁とかも全部買い、もうとにかくぶっ壊して、で、ちなみに、それにあたってあのいつもリフォームとかしてくれるプレースホームさんの建築士の人を連れてきて、どこまで壊していいかとかちゃんと聞いてるので、法的にも大丈夫な状態でバッコバッコ壊して壁を全部張り替えようと、で、その間僕は麻雀部屋に住もうと思います。なるほど。ということで前準備として今から僕の部屋引っ越しします。手伝いお願いします。そしたら麻雀ができなくなるけん、やっぱテントで麻雀の時は俺ちゃんと出るけん、いや、彼女が結構一緒にいたりするけんさ、なんか洗濯物とか見られちゃいけないものとかいつバッて入ってこられたら嫌やけん、年取って麻雀したいってなったらここに雀卓置く。そうね、じゃあそしたら2人テントで。なんでそんな格好で2人帰ってきたの。白を塗ってました。児玉さんが裏のあのお風呂が塗るっていうバラさんか。じゃあ2人も手伝ってほしい。はいはい。なので、荷物運び出します。はいはい。ゼロや。よし、タバコ吸うか。こっから先そんな寒くなってたんだ。なんかね、地獄らしいよ。だいぶ前から聞いとったけど。こっから先が愛の巣か。でも、マリモもマルモ絶対俺の部屋で。はい、こちら。愛の巣公開ね。お邪魔します。あ、変わったね。で、ちょっとこのこいつらを引っ越しを手伝ってほしいと。徳ちゃんの後ろにあるあの襖はうちの彼女のものがいろいろ入ってるので、そこ以外のものをちょっと出してほしいと思います。はい、行きます。だらけー。いやいさ、このタンスも邪魔するよう入っとっすよね、これ。はい、タンスダメ。ソファ、ソファって出るん、これ入ったけん出るでしょ。あのテーブル懐かしい。そうそうそう、ベジンの作ったやつ。今見たらめっちゃいいです。いや、いいめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。じゃあもう、じゃあでかいのから行きますか。これどうやって出すの。出るの。なんか賛成。そっち。いや、俺多分あっちから出したと思う。あ、でもごめん、あ、直線的に座敷に。あ、ここから見えますね。この机もったいないけん、この机さ、あの、麻雀部屋に置いとく。あの立派な机。そうね。じゃあ、片付けましょう。よし、こっからか。怒られた。ほら、なんで。こっち持って。あー、こっち持って。ちょっと待って、ちょっと待って。なんか配線のついとこ。配線がついて。配線の。せーの。重かね、この荷物。この荷物は重かね。ちょっと怖かった。俺の部屋に必要なものば持っていくけ。さっきみたいな。ちょっとさ、寝せたか持ち上げた。ほら、ひっついとらへんたですね。あ、直樹さんやったっすね。久しぶり。分からへんた。知らへんた。俺も下ばっか見よったけど。これもデコついでにかっこいいやつ。はい、頑張ってね。はい。重いわけね。バタや重いね。よかつくやけどね。樹齢千年。ちょっと靴箱も一緒にしよう。あ、でも分からんじゃん。これ…あ、胸くんじゃあ一緒にあっちに回らん。そうね。あ、そうですね。パスします。扉開ける役目欲しい。扉は…ちょっと待ってください。毛の…いるかな。レジン剣意外に重たかもね。
だ、靴下もまだ見てた。ギリギリこの段ボールバー、ちょっとあのもうちょっと奥に、その段ボールバーやると思った。何の必要があったんやね。何の茶碗ですか。じゃあここに置く。え、ここじゃないですか。全部持っていくと。あ、持っていくと。はい、なるほどね。はいはい、あ、戻ってきた。そやろ、この向こうなんでやかんじゃいらんと思ったもん。俺、これ言っとったよ ね、 ね、途中で、途中で変更しとったんで、完全に言うとったね、徳ちゃん一緒。あ、どうすの。あよ、人差し指の。あよ、飛び込め。これ絶対後からつい出てくるやつや。弱いけん、とくちゃん早くやって。おー、せーおせーおせーおせー。これ向こうじゃなかった。ん、なんかテープみたいなのがあれですよ、あそこの。うわぁ、危ねぇ。押さんでよ、絶対押さんでね、今絶対押さんでね。今と、一番の大物。そして思ったのがさ、着替えここに置いとこうかな、うん、だって風呂入って着替えて寝に行けばいいけん、ここでいいですわ。タンスはいじくらんでよかったよね。あ、それこれゴルフの着替え。あ、これじゃあここでいいね。ね、うん、あ、そっち置きます。じゃあベッド、はい、これ見よう。これ壊したってなまだ壊れとらん。胸を置くのやのか、あれ。ちょっと待って、特茶、特茶。はい、はい、誰かちょっとうちの母ちゃんに聞いてもらって。胸をって言ったら向こうからなんか。あれはどっちから。こんなしか押しとったね。ほら、渡さんとお金だけ。あ、すいません、あの、ここ。関係者以外あっちの道路までしか入られないです。これ取れますね。全部バラバラじゃなくて持っていけるときグニーってなったら、うん、これグニーってなってて、このベッドね、70万円、うん、70万円のベッドだそうです。これヨカマットっすよね。めちゃくちゃヨカマット、ふわふわ。なんか変な触り心地のグニュン反発となんかが混ざってね。え、ちょっと待って、ね、あ、なんか、うん、電動で、あ、電動で、あ、電動は年齢がね、ジジイやね。とりあえず、こっちから立ち立てようかな。はい、なんか引き抜かんといかんですか。あ、なんか電気のある。見たやん。その線まで楽しいでしょ。せーの。なんか卓球台のことしてるやん。めちゃくちゃ持ちにくいけど。神保曲がるよ、曲がるよ、曲がるよ、曲がるよ。これピンなくても曲がるんじゃない。神保頭忘れてからやる。じゃあ、これまあそのままいっか。もう大事なもんが持っとこうかね。せーの、せーの、よいしょ。どうやってもかっくんかっくん、せーの、ほっ、他社でジン、そっちから。ジンくん、この後ろじゃない。ちょっと待って、ジン、よし、ジン、何しよう。何してる。またジンが先頭になったじゃない。また俺が先頭になった。ちょっとこう、ジン。よい、またね、またね、他社でね。それが引っかかってモアイ像抜けもんね。よし、昔の企画だ、うん、よし。あとどうなっとったかね。これどうなんやろね。これは持っていかん方が良かったかな。いや、ね、リモコン類、うん、ベッドのリモコンだけあるけん、それだけ持っていこうか。あ、なんか向こうと向こう置いときます。あと俺絶対必要な孫の手で、これの糸はね、丸がここ噛んだやん、たらここが鋭くなって血が出るぐらい気持ちよか。これでいつも血が出るほどかきよ。気持ちよかよ。丸に噛んでもらんばいかん。丸に噛んだら鋭くなる。これの1個前はね、鉄のやつなんだけど。
貧乏。それピクミンです。ピクミン貧乏壊した。ピクミン取れた。ピクミン取ったぞ。いやいや、まだまだ取った。皆さん、おいに限ってはこれどうしよう、これ抜いてよかったやろうかって話を最中にここのとのカチってなる。いやマジで、でも本当に多分編集中の動画あった。よかよかジュースこうやってかよかよかジュースじゃ済まされない。モニター行きます。あ、こっちだね。抜きますね、モニター。開いとけ。いる？中開いとけ。すごいよこれ。ディズニーのね。あ、ディズニーのクラブ33っていう限られた選ばれた人しか入れないディズニーのところの40周年の時計。ありがとうございます。じゃあ旗にはロレックス。 ありがとうございます。いやいやいや怖い。あんたでも俺が、はい、あのロレックスはつけてます。つけてる、はい、東京とか行く時に、はい、いい顔でしょ。あれナンバー何やったっけ、あれかっこいいもんね、あれ。もう必要最低限生活できたらいいけん、うんうん、これいる人コーヒーメーカー。あー、それはちょっとスーパー魅力的。結構使いよったさ、2、3ヶ月使いよったけど、うん、結局めんどくさくなった。きちっとするのもめんどくさくなった。まあね、でこれ、いや、それね、美味しいっちゃね、このコーヒーね。でもね、めんどくさくなった。めっちゃうまい。意外と多分2、3万で買えるけん、めっちゃ使えたけど、うんうん、これ抹茶とかもあるけん。うわいめっちゃいいよ。めっちゃいい。これの抹茶めっちゃ美味しいと。で、これを出して、これをやって、こう入れたら抹茶を飲めたり。これ宇治抹茶、めっちゃ美味しかったけん。なんかね、結局俺こういう細かいことしきらん。ここ胸くあげるよ。ここに水を入れるんですか。そう、ここに水入れる。欲しい人はい、あ、じゃんけんしようか。しようか。本当にもう遠慮せずに欲しい人はいって。はい、はい、本当に本当に、いや、僕は大丈夫です。じゃあ3人でじゃんけんするか。3人、あれ。じゃあもっとそれは俺も重っ。じゃんけんしよう。最初はグーじゃんけん、ふい。おめでとうございます。おめでとうございます。この台もあげる。お、マジでやった。でもね、このディズニーのチョコレートは絶対あげんけん。それが狙いでじゃんけんした。いや、これマジで美味しいっちゃうね。ね、ただ、あ、で、これほら、これも入っとき、これカフェラテ。おえー、お腹入っとる中に。これもカフェラテ、持って帰らんね。コーヒー大好きやもんね、うん、だって普通にカフェにコーヒー飲みたりするもんね。そうそう、マジで美味しい。これマジで、ね、ここから出るっていうことです。そう、やめてやめて。じゃあ行くよ、今から。次、はいはいはい、テレビ欲しい人。はい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 、最初もう良かったっすね。ちょっと待って、覚悟だけ決めた。いや、テレビは、ちなみにこれなんとかテレビって言って、あの7万円、4、6万とか。世界の亀山、府内って書いてる。府内、なんか安いやつで。あの、ネットテレビ。あー、中南ついてない。中南ついてない。欲しい人。はーい。ちょっと待って待って、 NHK が部屋どうせ出来上がるんだから、あったかよ。そうそう、なんよ。ちょっと覚悟だけ決めさせて。ちょっと終わるまでに覚悟を決めさせて。メモしとこう。メモしとこう。時間で忘れたらいかん。記録で寒さの原因。ああ、これ途中であんまりひどかったけど、塞いだ。もう外かでもございさまか。あと、よらそれもや。これも寒さの原因。なんですかね、床の間みたいな感じの間なのかな。ライター欲しい人。あー、はいはいはい、ちょっと覚悟だけ決めた。じゃあ、はい、あいこでしょ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 、宣伝かかる。俺のやし。それいると思う。いるわ。あ、でもあっちゅう間にや。ね、やっ
という。あ、溶け溶け。見て、マリモ、マリモの溶け。あら、可愛らしい。それね、俺も買おうかしたんよ。マリモ柄焼き。高いかろ。はい。ニトリやったろ、それ。そう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 。俺も買おうとしたっちゃう。じゃんけん。はいはい。隣の部屋に移動してほしくて。あ、このままぶち壊すん。どうがいいと思う。じゃあ、とりあえずまだ。いや、これ入れとっていいと思うよ。いや、一応、一応、その建築士さんに聞いたら、この柱を壊すなら、上についてるこの梁をもう一本入れたら、これを取っていいと。で、めちゃくちゃ丁寧に教えてもらったけど、ちょっとこれ取るのめんどくさいけん。選択肢として、ここの柱を壊すのはなしにしたさ、俺の選択肢としてね。で、ここは壊していい。これ。これとか、ここも。だけど、ここの空間が広がって、柱だけポンとある状態にはできるさ。ああ、部屋。そう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 。なるほど。でも柱ってあった方がいいもんね。なんか見た目は。で、そこの時にここ、ただやっぱね、必要かどうかというよりもね、動画的にここくり抜いた方が面白そうっていう理由だけやけど、はい、くり抜いてこのここら辺もぶっ壊して空間にして、なんならここにベッドが入ったりしたらさ、もちろんやここにベッド置いたら、このベッドに座ってテレビとか本を見れたりの空間。で、ちなみにこれはもう壊していい。袋。うわー。はい、ビビったー。あー、来たそう、ここも壊して断熱材入れようかな。やっぱ土壁やけん。うん、ここ隣トイレですかね。どうやろう、トイレでしょうね。そうやね。あ、見えるトイレ。隣が取れない、向こうからこうジャーッて向こうに入っていくんだよ。ここら辺も土壁壊していて、外の外壁がついてるけ、壊して断熱材入れて上から板張ったらいい。なるほど。気温が上がって外までバコってないようにだけ、キムに刺しちゃうか。はい、ちょっとずつ。そう、キム外側までダーッて一発できそうけ。ちょっとずつ。そうだけど、どこまでしようかな、はいはいはい、でもせっかくやけん、ちょっとこの服まで出します。はい、この土壁、断熱できてないですかね。うん、土ね。いや、でもね、土ちゃん、凍えること寒か。ああと、せっかくやるなら、ね、こういう壁とかも変える経験したいなっていう願望もある。しかもさ、また打ち直したら壁紙きれいにまたできるからね。そう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 、だけちょっと経験としてでさ、うん、今サラリーマンとかが日曜日とかに、例えばめっちゃボロい家を100万で買って、うん、全部自分で張り替えたりして、うん、500万で売るみたいなのがやってる人が いると、うん、で、うん、そういう してる人いっぱいいる中で、それを YouTube に上げてる人もいて、うん、楽しそうやったさ。壁も壊して天井も張り替えてっていうのが、うん、ちょっと楽しそうやったけん、まあ電気関係は電気工事士に頼まんだけど、うんうん、ちょっとどっちかというと寒いのプラスそういうのをやってみたいなっていうところでもあるけん、うんうん、そうね。そう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 。下もフローリングですね。そう、フローリングにする。はい。はいはいはい、はい。ちょっとごめんなさい。これ服を。はい。よいしょ。運べ運べ。また妙なぬいぐるみがあるぞ。ないかどうか。メッシ？よし、よし、ネシじゃねえわ、よしだわ。ネシあんまりやらか。掘り返すな。ネシ掘り返すな、掘り返すな。ポケモンの時もね、よくゼニガメはゼニガタメ。おい、あいしかなっちゃなゼニガタ。出てこやろ。あざーす。あざーす。これみーちゃん捕まえるのまた大変になる。そうやね。みーちゃんの隠れ場所がいっぱいできたよ。まあ、でも宗男くん、こなぎ、こなぎじじいばきなこじじいでもいいかも。なんか噛むとかじゃなかもんね、もう別物やもんね、それ。きなこいる。いいスーツ着てね。なんかプル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 なやつ。やーめた。あれこのうちは閉じれる。おー、よしよしよし。大丈夫。ごめんごめんごめん。手汚れるけごめん。大丈夫。あ、大丈夫。あ、
おい、デブになってごめん、できなくなってごめん。あっちゅう間に片付きました。わーい。ということで、はい、今回はここまで。はい、次回壊します。はい、ちょっともう仕事終わりぐらいの時間で、はい、今ぶっ壊したらただただ家が寒くなるみたいな。ちょっと今度ちゃんと浅い力やる。ちょっと引っ越しまでの動画やったけど。ちなみにさ、1枚だけめくってみる、下が本当に断熱材どうなってるか。これと線やってればはい、必ずみんなやるっていう話をほら、断熱材ないよね。普通に、まあ、昔の作りは、うん、こんなんですよね。この下がもう多分地面と思う。そのままもね、うん、これもう地面、そりゃ寒いよね。埋蔵金か。まあこの中にね、あの発泡みたいなのが。ああ、そっか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 。まあこれが断熱材なんだ、畳がね。畳があと、なんかカビラインようにやるんだったっけな、普通の調整をしてくる。横裏がね、こう。はい、はい、はい。ってことで次回ぶっ壊します。はい、はい、朝から動ける時にしましょう。はい、はい、じゃあ僕の引っ越し完了で、下の前にごめん、最後に向こうの部屋見らんといかんね、はい、そうやね、向こうの部屋に。ねえ、かやない懐かしいな、それこっちゃで、飲ませて生き肉です。飲ませるぜ生き肉です。俺の部屋に埋まってたゴルフボールを持ってきた。あと何で大人のおもちゃの。ちなみに、あのここのゴルフボール、俺が5年ぐらいで貯めた全部ふるさと納税5年間すべてゴルフボールに変えてきたけ。ボール使ってますよ。ボールスタジオはいいボール使ってます。ごめん、これも入れとってよかですか。お願いします。で、感じでベッドがここで、はい、ここに住みます。広っぽい何畳あるんですかね。でっかい部屋手に入ったら俺多分なんやかんやこねて麻雀台あっちに移動する。もうそのうちその辺にキッチンみたいなのできてから。そうそうそう。え、全部でもあれですね、離れるんですね、そういうまで離れる。ということで、はい、とりあえず引っ越し作業が終わりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらカフェオレヨカでしょう。全国のイトーヨーカ堂さん、夢タウン等で販売しております。はい、ぜひお買い求めください。はい、ご視聴ありがとうございます。スリオカサガヨカではキッチンカー、ゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオはスリオカハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。